ルキャンのケーキでございます。はい、で一応営業時間は10時から6時で、こちらね、食べるところもございまして、こちらも10時から6時までなっておりますが、オーダーストップが5時半まで、で定休日が火曜日となっておりますので、お気をつけください。はい、で、ですね、これから店内行ってくるわけなんですけど、建物がありますこちらですね、ございます。で、こちらがね、登場したのはシーズン2の2話でございます。まあ、よかったらね、ぜひご覧ください。年越しキャンプのために静岡西部を訪れたりんちゃんが、この抹茶スイーツを楽しみながらね、ソロキャンプへ向かうというシーンで登場するお茶屋さんでございます。で、後でね、ここで視聴者プレゼントも買ってね、また抹茶ティラミスドリンクセットというりんちゃんが食べたね、まあ非常に落ち着くお茶セットと言われるものですね、食べていきたいと思います。はい、では撮影許可もおりましたので行ってみたいと思います。レッツゴー。じゃあ、それでは店内入っていきましょう。まず入り口入って、こちら水差しセンターでございます。抹茶入りのティーバッグです。お値段がこちらございます。 7g 20個で1188円で、50個で2808円となっております。はい、こちらね、先ほど店内入ったら試飲をさせていただきまして、とても美味しかったので、こちらですね、皆さんにプレゼントをしたいと考えておりますので、最後まで見てください。はい、では続いてこちら行きましょう。こちら、ゆるキャンのコーナーでございます。キミクラのいおりということで、まあ、名言が生まれた場所ですね。これはあれだ、飲む入浴だっていうシーンの場面でございます。でね、掲載されましたということで、本がありますけど、ちなみに5巻でございます。で、こちらですね、100g で1300円税込みでなっております。で、基本これ茶葉しか入ってないので、お湯で作るものになりますので、はい、こちらもね、好きな方もいると思うんで、プレゼント企画させていただきたいと思います。はい、あと店内ちょっとぐるっとしてみましょう。はい、こちらがフルーツアンです。どれも美味しそうなものでございます。で、先ほど入り口にあったセンターですね、こちら来た際に飲むことできますので、ぜひね、皆さん飲んでやってみてください。まあ、美味しい、とても美味しかったです。はい、ということで、まあ、基本抹茶の、ね、お店ということで、ずらりとたくさんの抹茶の種類がございます。やっぱりね、種類が多いと何がいいかわからないんで、聞くのが一番だと思います。おすすめございます。こちら、抹茶ティラミスでございます。こちら後で食べに行こうと思うんですけど、お土産で持ち帰ることができます。賞味期限が一応冷蔵解凍後2日、抹茶パウダー付きということで、2360円でございます。はい。じゃあ続いてこちら行きましょう。スイートポテト。1個330円から売っております。こちらも本もありまして、まあ、別でね、1個ずつ買えますので、ぜひ、まあ、自分用にとかで買ってみてください。ここのラストいきましょう。どら焼きになります。一応2種類ございます。1個200円と、抹茶がちょっとしますが240円で販売してますという感じの店内でございます。これからね、2階で食べていきたいと思います。はい、ということで、やってきました。これからですね、こちらの抹茶ティラミスですね、食べていきたいと思います。見てください、この色合い、もうめちゃくちゃ美味しそうで、ゆるキャンの出てたやつと全く一緒の感じでございます。で、こちらね、
抹茶ティラミスとお茶のセットで950円でございます。で、もう一つの方がガトーショコラの方ですね。こちらも美味しそうですが、抹茶とほうじ茶と2種類選べます。では早速いただきます。じゃあまずお茶から。これからね、キャンプ場を迎えたいと思います。レッツゴー。